シャオティンギアは鳥のような獣脚類の恐竜であり、唯一の種にシャティンジーやゼンギーがある。中国遼寧省西部のジュラキゼンキから後期の基礎から発見された。ホロタイプ STM27 からには関節と頭骨を含むほぼ完全な骨格であり、シャオティンギアの化石標本として知られている。おそらく遼寧省立て県の長田草山から発掘された。 シャオティンギアは2001年、上京、ユーハイルー、ドゥカイ、ハンフェングルーによって命名され、タイプ種はシャティンジーやゼンギーである。俗名、小種名は中国の古生物学者であるテイアカツキテイから名付けられた。ヤオラははじめ、シャオティンギアは、ヒソチョウ、ドロマイオサウルスカやトロードンカトでクレードを形成すると分析した。ヤオラは、 デーノニコサウルス類と鳥群の概念を変更し、死疎鳥とシャオティンギアがアルケオプテリ時代のデーノニコサウルス類に属していると再定義した。死疎鳥はもはや鳥ではないという報告は人々の興味を引いたが、ヤオラは現在使われている鳥類といくつか競合する定義であることに言及し、その定義は死疎鳥をスペシファイアとすることにより従来の鳥類との 互換性があると指摘した。発表から数ヶ月後、異なる方法での分析により、異議を唱えられ、死祖長は再び鳥群に含まれたが、シャオティンギアは、トロオドン科のアンキオルニスとは近い仲間であるとした。2012年、初めの分析を改定し、死祖長は、鳥群、アンキオルニスは、トロオドン類となったが、シャオティンギアは、トロオドン科のアンキオルニスとは近い仲間であるよりも、むしろ、 ドロマエオサウルス科の最も原始的な生物とされた。復元姿骨格標本、センターらの修正分析による分岐図、2013年、ゴデフロイトらによって発表された分岐図。ありがとうございます。